皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義民法編第4回を行っていきますよろしくお願いしますさて4回目ということでえテーマの確認をしておきましょうえ物件法の即時取得についてえ今回扱っていきたいと思います取説テキストはあ95ページを出してください 重要度 A ランクという形となっておりますが、あのこれは本当に皆さんが受験される2022年は、あの出題可能性が高いと思ってください。しばらく出題がないんですよね。そして2021年も出題がなかったので、まあ、2022年度の試験を考えていくと、要注意ポイントということになっていきます。はい、では即時取得なのですがまず大前提としては これ対象が動産の取引だということですね、時計とか車とか、動産取引ですよと、はいでまあ、ここまで勉強してきた方であるならば、不動産ならば、登記のシステムがありますと、つまり所有者が誰かってことについては、法務局に行って調べれば、まあ、ある程度分かるわけですね。ただ、こう時計みたいなものは、そういった登記制度がないので、果たしてこの時計買いませんかって言ってきてくれた人が持ってる時計が、 本当にその人のものかわからない可能性もあると、はい、本当にあなたのですかってことがありますよね。で、えー、あなたのものだと信じて買ったはいいけども、実は違ったと、あ本当の所有者は別にいた場合いい、あの下の講義使いにもあるとおり、本当の所有者の A さんから、はい、これ、私の統計なん,かなんだから返してよっていう形で、所有権に基づく返還請求かけられる可能性があります。 C からすれば、いや、B さんが持ってるんだから、B さんの時計だと信じたのにということになってきますので、このあたりのバランスを考えていかなければいけないと。ですので、これ結構、制度趣旨から押さえておくといいんですが、民法では所有者でないものを所有者と信じて、動産を買ったりしたものを保護するという即時取得という制度があります、はい。もっとぐっとまとめていくと、動産。 取引の安全と言います。はい、動産取引の安全を図るための制度というふうに理解してください。ただ、これ、バランス感覚も大切なんですよねあの。C さんのことを考えれば、B さんだと信じて買った、だから私のものだと言いたいわけね。でも、もしそれがまかれとるとすれば、A さんからすると、 自分の時計だったものが自分のものじゃなくなっちゃうわけですから A さんは A さんでこれかわいそうですよね。ですからこうバランスを考えていかなければいけないとそしてそれを前提に要件を見るといいですねと書いておきますがあの即時取得という話ですがあの原則はやはり本人、まあ、上でいう A さんですかね時計の所有者 の保護でですすこれが最優先ですよ、ね、ただ例外として下に上がっているような要件、はい、即時取得要件が揃えばそれは相手方まああの動産が B のものだと信じて買った人を保護するという形になってきますね。要件がすれば相手方の保護です。ということなんですよ。はい。この要件をしっかり押さえて、問題文に当てはめるということが必要なんですが、ちょっと上からざっくり見ていきましょうか。目的物の要件。 これ先ほどお伝えたとおり、動産取引の安全なので、あの動産が対象です。不動産の場合は即時取得の対象外です。ただ、これちょっと気をつけていただきたいのが、登記登録制度のない動産が対象です。まあ、時計みたいなものはあの登録制度がないんですね。ただ、船とか飛行機とか、あのそういったものは登録制度があります。まあ、車もあの車検証というものがあれば、それ見たら所有者が分かりますから、あれ登録制度があるんですよね。 なので、そういった登録制度の下に、登録がされている車とか飛行機とか、そういったものは即時取得対象外です。買うときに見たら分かります。ただ、本当にあの新しく作った状態で、まだ新車登録もないとかね、いう話であれば、それはあの即時取得の対象となっていくと、そこの違いね、押さえてみてください。あと、前主 B と書いてますが、この B さんのことね、B さんに権限がないことです。 あの売る権限がないと例えばこの講義使いならば A が B に預けてるだけですからあの B はあのーまあ、契約の内い面では使えることがあるかもしれませんが、まあ、少なくとも売ることはできないと売ることができないわけで売ってしまったという点で無権利者です。はい、無権利者、無権限者が占有とそして3つ目取引行為の要件と、はい、有効な取引行為が存在ということで特に取引行為 なんですよあのワンポイントを見てもらうと相続ねお父さんが亡くなって息子が相続したんですよとでお父さんが持ってたものを、まあ、息子がもらってるとでお父さんが買ったものだと信じていたら実は誰かから借りていたものだったみたいな形だったりするとまあ即時取得を考えたくなりますがいやそれは相続は取引とは関係ないので即時取得対象外とかね あと、人の傘と自分の傘を間違えて持って帰ってきた場合なんかも、これ取引行為ではないので、即時取得は成立しないんだと。これよく、あの、試験的なポイントで取り上げられるので、押さえてみてください。あと、取得者 C さんの要件ということで、これもよく問われます。あの、平穏公然、善意無過失と。特に善意無過失ね。あの、信じて取引をしたっていうのが、あの、善意無過失って意味です。まさか、 B さんに権利がないって知らなかったよ、そこに全くミス、落ち度、過失もなかったよという形で、税務過失が要求されますよと。あとは、売却で、まあ、あの買った時に、時計を引き渡してもらってないといけないよと。はい、ここ、引き渡しを受けること。そして、引き渡し受けるの引き渡し、これ、毎回気をつけてください。 引き渡しということがあれば、そこの引き渡しに占有改定が入るかどうかは常に意識をしましょう。ワンポイントを見るとあの、この即時取得の引き渡しには占有改定が含まれませんと。えー、まずそもそも占有改定の話は94ページに載ってますよね。4パターンの引き渡しが民法上ありますよと。今回はすべて見るわけではないんですが、この占有改定。 あのこれは、まあ、皆さんの試験的なイメージだと仲間外れって抑えてください。例えばこれ現実の引き渡しは当然物を売りますよ時計売りますよって時に時計 B に渡しますよね。A から B に時計が映ってる。まあ、他の回の引き渡しも サッしでの占有移転も、何かしらもともとの所有者のもとからは、あの物が移ってるんですよ、時計がね。ただ、占有書いてだけは移ってないんです。B が A から時計買って、まあ今日持って帰れないから、あの今後取りに来るよと、それまであの私のために持っておいてということで、A さんが分かりましたと、あなたのために持っておきますよという形なので、時計が B に移らないんですね。という点で仲間外れですと。 はい、ですから、この引き渡しっていうのが試験的なキーワードになったときに、そこに占有回転が入ってくるかはしっかり押さえてくださいと。で今回、即時取得の場合は入ってこないんですね、入ってこないというところです。でせっかくなんで、あの問題見ましょうか。96ページの下のところに、過去問チャレンジってありますね。2011年29の足のう、あ少し変えましたが、こちら。 はい。事例形式なのですが、こう、ざっと眺めていただいて、ちょっと気をつけるポイントね。B は C にカメラを売却し、以後 C のために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた。ここです。この、以後 C のために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持。あの、これが、 専有改定だっていうことが見抜けるかどうかですね、どこにも専有改定と書いてませんが、これ、専有改定です。はい、なので、専有改定では即時取得は成立しないので、成立すると書かれているこれがまあ誤りですよということですね。受験生は即時取得、専有改定は含まれない、そこを覚えるんですが。 問題文に占有改定がないと分からなくなったりしますから占有改定のイメージをしっかりつかんで問題文を見たときにあこれ占有改定だって見抜けるようにしてみてください。はいまあ、今、あの即時取得の典型の要件確認しましたがさあこのページの上のところ、ね、講義使いも見ておきましょう即時取得と制限行為能力者 まあ未成年者ですとかね、成年非後見人がこう制限購入者に含まれるわけですが、例えば未成年者ね、16歳ぐらいのお子さんが B に時計上げましたよ、まあ、売りましたよという形になったとき、未成年者、親の同意がなかったら契約取り消せますよね。で、A が B に売った後に、A、取り消したいといったとき、B さんが いや、私はあなたが青年者だと信じて買ったんですよと。そこに全く落ち度がないので、即時取得だよなんて主張して認められてしまったらば、未成年者の A さんがかわいそうですよね。ですから、この事例1の場合は、制限行為能力者の保護が重視です。A さんを守っていくんですね。はい、こっち重視です。こうですね。で、じゃあ、 もうちょっと話を進めて、えー、最初一緒未成年者の A さんが B に時計売りましたとで、えー、これ取り消しをする取り消しをするで取り消しをしたんですが B が無視して、まあ、C に売ってしまっていると、まあ、今時計は C さんが持っているで C さんは当然これ時計が B のものではない、まあ、つまり元を垂らすと未成年者のものではない 未成年者のものであることなんて知らないしそこに過失もないという形なんですそうなってくるとこちらの場合は C さんの方が重視なんですよ未成年者って基本守られるべき存在ですがあの正直この C から見たらこの時計の前の前の人なんて誰か分かんないわけですよねあの B さんは 取引した直接の相手だから、A が未成年者かどうかって分かるかもしれませんが、もしかしたらね、C さんってこう前の前の人ですから、A さんは。分かんないわけですよ。となると、まあ、未成年者の A さんも守っていきたいですが、C さんの方を守るべきだということで、こちらは取引の安全重視しますということなんですね。はい、これ、よく試験的に問われるので、しっかり理解しておいてください。 この96ページまでが即時取得の一番基本的なパターンで、まあ、少し応用と言いますかね、え進めていくと、97ページの盗品出物の特則となります、はい。ちょっと戻りますね、えっと。今までの即時取得の典型的なものは、所有者の A さんが、例えば B さんに時計預けてるとか、あの貸してるってケースです。まあ、預けてててもも貸してても A さんが自分の意思で B さんに入って渡してるわけね。だから、まあ、A さんの方にも問題がなくはないんですよ。そんな裏切るような人にあの預けてるとか貸してる方に問題があるっていうことも考えることはできるんですが、97ページのこの盗品出物ね、それこそ盗品の場合、例えば A が時計を持っていて B が盗んだんですよ。 A の手で渡したんじゃなくて B が勝手に盗んでいった、B は当然権限はないです。それを C に売ってお金儲けをするとなってくる。もちろん B さん無権利者ですから C さんが全員無過失ですよとかね、えーっと、取引行為ということで時計を引き渡しを受けますよということになると即時取得は成立するんですね。その時にに、先ほどと同じように A が C に宝石を返せってことが認められなければ、これ、さすがに A さんかわいそうですよね、盗まれてるんですから。なので、この場合、即時取得は C さんに成立しているんですが、特別に A さんはこの回復請求、返してくださいということが言えるんですという話なんですね。これが盗品遺失物の督促です。 ただこれもバランスを取らなければいけなくてあの、A さんを保護し続けるのも C さんかわいそうですから、あの期間制限があります。これ、盗難の例で抗議遣い作ってますんで、チェックしますが、はい、盗難の日から2年間です。盗まれた日から2年間の間であれば、回復請求して取り返すことができるんですと。はい、2年間って制限があります。 これが特則ですね。あとはもう本当にあの条文通りと言いますかね、条文のタイトルが、投品遺失物の特則なんで、投品遺失物だった場合なので、あの、左手って言い方をしますが、騙し取られる。つまり B が A 騙して、A が入って渡しちゃった。これではダメなんですよ。あの、左手っていうと、騙されてるけど A の ところから自分の手で時計渡してますから、これダメなんですね。高品質の場合は A 自身が積極的に入って渡しているわけではないんですよ。だから A さん守るってことなんで差しはダメですね。はい、えー、そういったことを押さえていただけるといいかなというところなんですね。うん。あとはまあ、C さんこれ返せって話になって返すんですけども、うんまあ、当然金払ってこれ買ってるわけですよ。 なので例えば B さんか C さんに売ったときにネットオークションで売ってるとか、あとは B さんが業者の場合、ね、一般的な店舗構えてる業者だったりする場合、A さんは C さんに返せとは言えるんですが、そのときにはね、この C さんが B さんから買ったときの代金は払わなければいけない、そんな規定もあります。はい、後回しを受けてありますが、C さんが時計を競売で買ったりとか、 あの商人、業者から善意で買った場合は、え取り返すときには、はい、お金を払って取り返さなければいけないということです、うん。昔、記述式問題で、この後回し OK をあの書きなさいという問題が出たことがあります、まあ。皆さんはね、その記述はさておき、まず択一の問題が解けるように、しっかり準備をしていただければと思います。これが即時取得の話ですね はい。ということで、今回は以上ということになっていきます。かなり2022年危ない論点ですから、何回も何回も繰り返し、プリセツ読み直すですとか、問題解くということをしてみてください。で、次回ですが、え次回民法編5回目は、はい、え再検法に入ってまいります。危険負担解除と、まあ、サブタイトルが悲惨ですね。あの、入居前のマイホームが消失と、 あ衝撃的なテーマですがあのこちらについて扱っていきます取説テキストは180ページあたりをねあの確認していただけるといいかなと思うのでよろしくお願いしますはい、では今回の講義は以上となります次回もよろしくお願いしますお疲れ様でした